続け、エイト、一緒に行きます。この様子じゃ巨人化される前に奴を捕まえる作戦は失敗したようだ。女型の巨人を逃がすな。逃がせば調査兵団の、いや人類の敗北だ。やっぱり女型の巨人は兄だったんだな。あいつ壁外に逃げるつもりなのか。俺が巨人になって止めなきゃならねえのに。くそ、いくらやっても巨人になれねえ。兄の巨人化で作戦は次の段階に移行してる。ハンジさんたちは予定通り準備してるはずだ。兄はエレンを捕まえようとするだろうけど、戦わずにハンジさんたちのところへ誘導しよう。巨人は疲弊している。今までのように自由に降下できないはずだ。
今度こそ決着をつける。兄、君の思うようにはさせない。まずいぞ。何何なのよ、あの巨人。俺たちもあの巨人を何とかしないと。とにかく住民を守らねば。調査兵団ね、この町を戦場にするなんて。わからないけど、おとなしくしてろ。私の失態で兵長に怪我をさせた。責任はお前を倒すことで取る。よし。まとめて相手が兄でも何とかしねえと。まとめて相手敵内調査の時、兄は僕を殺さなかった。ここに逃がすわけにはいかないんだ。お前に対する興味がつき、私が中身をほじくり返している。